バーバー軍はアメリカが州国ウェストバーチニア州の中央部北東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,589人であり、2000年の15,557人から6.6%増加した。軍庁所在地はフィラピー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。バーバー軍は バージニア州時代の1843年に設立された。軍庁所在地のフィラピーは1844年に認証された。軍名もフィラピーの氏名もフィリップ・ペンドルトン・バーバーにちなんで名付けられた。バーバーはバージニア州選出のアメリカ合衆国会議員、同会院議長及びアメリカ合衆国最高裁判所、売席判事を務めた。1871年、 軍領域の小部分が隣接するタッカー軍に移管された。南北戦争の1861年6月3日、フィラピーの戦い、別名フィラピー競争が軍内で戦われた。小さな戦闘ではあったが、この戦争で初の陸上での戦いと考えられている。バプテスト教会の教育機関であるアルダーソン、ブローダスカレッジが軍内にある。 このカレッジの医師助手育成家程は世界でも古いものでありしっかりと確立されてきた。バーバー軍となった地域最初の白人開拓地は1780年にリチャード・タルボットとその兄弟のコッテラル及び姉妹のチャリティが後にフィラピーの町となった場所から3マイル下流に設立したものである。当時この地域はバージニア州モノンガリア軍に属していた。 この地域にはインディアンによる高級的な定住地がなかったので、インディアンとの交渉も比較的少なかった。それでも、タルボット一家は何度かその家算から立ち去る必要性に迫られ、2回はアリゲイニー産地より東に戻る必要があったが、その度に戻ってきた。この一家で、インディアンの攻撃によって殺されたものは出なかった。バーバー軍となった地域は、その後、ハリソン軍、 ルイス軍、ランドルフ軍と所属先を変えた。バーバー軍は最終的に1843年に設立され、軍名はバージニア州の政治家、フィリップ・ペンドルトン・バーバーにちなんで名付けられた。フィラピーの町はもともとアングリンズフォードやブースフェリーと呼ばれていたが、同年に区画が決められ、命名され、軍庁所在地になった。1844年には認証された。 1850年代には、フィラピーの町のビバリー・フェアモントターンパイクに、フィラピー屋根付橋が建設されて、旅人のように供するようになり、軍の人口は1万人に近づいていた。1861年6月3日、南北戦争で初の陸上での戦いとなった戦闘が軍内で起こった。この時町に宿営していた南軍兵士が大急ぎで退却したので、後に、 フィラピー競争と日にられるようになった。毎年6月に街で開催されるブルーグレーリユニオンでこの戦いが再現されている。6月3日夜明け、北軍ベンジャミン・フランクリン・ケリー大佐とエベネザー・デューモン大佐の指揮する、総勢はおそらく3000名の2部隊がグラフトンから到着し、南軍ジョージ・エポーター・フィールド大佐の指揮する武装も、 お粗末な新兵約800名を攻撃した。北軍は、その前夜に激しい風雨の中を降軍して、夜明け前に着いたばかりだった。その九州で眠っていた、南軍兵を起こした。南軍兵は前進してくる北軍兵に対して、数発の銃弾を放った後、戦列を乱し、南に向かって狂ったように走り始めた。ある者はまだ寝巻きを着ていた。 この比較的流血の少ない戦闘に北軍が勝利したことで、北軍の若き少将ジョージ・マクレランに脚光が浴びせられ、間もなく北軍の総司令官を任された。さらに、バージニア州西部では、脱退に反対する声が強くなるきっかけにもなった。この数日後のホイーリングでは、ホイーリング会議が開催され、バージニア州の脱退条例を無効化し、 フランス H ピア・ポントを新しく知事に指名した。この出来事からウェストバージニア州が新たな州を作る動きの始まりとなった。19世紀後半を通じてバーバー軍の経済とインフラは着実に成長したが、ゆるりだった。最初の鉄道が近くのグラフトンまで開通したのは1852年だったが、軍内に狂気鉄道が敷かれたのは1880年代で、 あり、後期鉄道は1890年代になってからだった。1990年、民間の開発業者が、その後の30年間で軍内の埋め立て場に、州外からのゴミを受け入れれば、軍民に年間400ないし600万ベドルを提供すると申し出た。これが実行されれば、月間最大20万トンのゴミが運び入れられることになっていた。 当時の軍の年間予算はわずか100万ベイドルだったが、軍民はこの提案を拒絶した。軍庁所在地、フィラピーの眺め、中央はタイガートバレー側に架かる屋根付け橋、左上の丘がバトルヒルであり、その上にアルダーソン・ブローダス・カレッジの管理棟と礼拝堂が見えるバーバー軍はアリゲーニー山地の西端にあるアルゲーニー大地に位置している。 軍東端にあるローレル山がその代表的なものである。軍の大半は北から南に横切るタイガーとバレー川に排水される。この川沿いにフィラピー、ベリントン、ジュニアという三つの大きな町がある。その支流としてはティーター、クリーク、ローレルクリーク、ハッカーズクリーク、バックハノン川、ウェストフォーク川がある。軍の西にある一部はエルククリークから、 ミドルフォーク川に流れる。軍内唯一の州立公園である、オードラ州立公園が、ミドルフォーク川沿い、軍南西隅にある。ティータークリーク湖野生生物管理地域がその川沿いに、あり、湖はその東部である。蒸気の水流はすべてモノンガヘラ川の流域に、入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は343平方マイルで、あり。 このうち陸地341平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.57%である。バーバー群は8つの管理地区に分かれている。すなわち、バーカー、コーブ、エルク、グレイド、フィラピー、プレザント、ユニオン、バレエの各地区である。フィラピー地区は4つの区に分けられている。しかし、ベリントンの町はバレエ地区の第一区と、 第2区及びバーカー地区の第3区と第4区に分けられている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の主要な雇用は医療と社会サービス部門、小売業、教育、宿泊と飲食サービス、製材と木工品、トラック輸送と建設業である。最大雇用主はアルダーソン・ブローダス・カレッジとブローダス病院である。 昔から歴生炭の最高が重要な産業だった。露天掘りに比べて地下掘りでは7倍の量を産出した。天然ガスと石油はそこそこの雇用を生んでいる。製材と木工品の卸売業もある。軍はウェストバージニア後期同盟隊のメンバーである。卵の生産や馬の飼育も盛んだが、主要の産さものは家畜、飼料、落製品、果樹である。 次のリストは、軍内の未編入庁であるが、これで全てではない。ありがとうございます。